あれなんで。誰誰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 じゃあやってます。新しく入りました。新しく入りました。20歳です。20歳若い。ちなみにシェリーとシャギーだとだいぶ違う。シャリは寿司だけど。シャギーは若いんだから。寿司の方だから。ダンスじゃなかったっけ。指名してない。はい、指名してください。じゃあ、こちらの熱々カップルなるほど。熱々カップル。カップル。ごめんごめん。でしょ。あ、動いちゃった。そうそう。みんないじり方を知ってきた。だいぶ。みんなそうそう。加藤さんへのいじり方を学んできた。大事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 。はい。イエイ。あと仲いい。いいね。可愛い。理想のご夫婦。そうね。からし色がいい。ご夫婦なの。背筋ピンだうちから買うと最近は A4 サイズも入るんですよね。そうそうそう、それ青春だよ。最近入れられるようになったんですか。ランドセル買うときはうちで。それはランドセル。田崎さんの方が榎谷さんと昔一緒にバンドをやってた。何やってたの。私も会う前なんですけど。何やってたの。うん、すっごい前みたいなんです。まだロングヘアだと思うんですよ。ロングヘア、ロングキムタクみたいな。広道さんじゃない。2ブロックでロングヘア。2ブロックなんだ。懐かしいな。2ブロック。2ブロック懐かしい。楽器何やってたの。ベースなんですよ。4台ぐらい、5台ぐらいベースがある。結構高いのがあるんですよ。みんないるじゃん。高いって。でも、ちょっと聞いてもらうとか、すごい重いんで。今やってない。ここで飲んで。もう10年ぐらい吹けないですよ。上には多分サックスもあるので、僕も吹けるんだよね。すごい。ここにちょっとね。それで、ボーカルじゃなかったりやりますか。結構ね、テリアさんテリアさんの踊ってますよ。珍しいです。私が紹介していい。私あのこちらの結婚式の司会をさせていただいて。ちょっと待って。タナちゃんは、うん、あの普通の奥さんなんだよ。あの司会ボーリスト、はい、あの隠れた才能をいっぱい持っている。実はあの業界の方。ジャズをやってらっしゃるって聞いた。皆さん知らないです。ただの奥さんじゃない。いや。それで、あのこちらまあ私がだからあのうちの主人が彼と。昔バンドやってたっていうので、何の時が初めて、ね、こちらブルーノートでのブルーあ、うん、そうそう、ブルーノートやったの。ブルーノートでたまたまね、あれっちくちくすごい好きにしてる。あ、そう、あのバイク乗って帰ったんだよね、2人ね。あのブルーノートで、アイランブロック。あ、そうだ、アイランブロック。アイランブロック、いいな。超好きなんですよ、俺も好き、いいな。あれ、エノヤンだ。アイランブロック、アイランブロックって。まあいいじゃん、まあそういうことね。なるほど、勘弁してください、ちょっと今日はアイランは勘弁してください。あ、それで、その時はもうご挨拶だけで、で、次に終わった時、このお二方の、あの、お二方の姉上が、それぞれ姉上が同じバンドで活躍してらっしゃる方。お姉さん何やってるの。またそれすごいですね。こちらはね、ボーカル、ボーカル、こちらのお姉さんがボーカル、こちらのお姉さんがピッピー。あ、そうなの。ピアノで、あの、ブルーなの。いや、ほんと、やっぱ友達なかったね。スコピオン、スコピオンです、ファンです。スコピオン、スコピオンです、ファンクっていう、ちょっと、私初めて。なんか、ものすごい硬派な、なんか。すごい笑える。すごい、メイクとかバリバリしてそうな感じの。私がそれの、ライブに連れてって、うちの旦那に言われて、連れてってもらったのが、あの、黒子で、一緒に座ったじゃん。あの時に、そうだ、え、なんていうの、コウキさんと、あと、なんかもう本当に10年近く前だよね。2年までいかないでしょ。9年、ほとんどここの主婦とかになって。9年前、9年くらい前だよ。そうですね、今回が始まった。でもこちらだから、そのお姉さん同士が同じバンドで、そのご縁でお知り合いになって、結構大事だ。そうなんだ。面白いでしょ。
こちらにたびおいでいただいてまして、なんか音楽の方ではね、あんまり現役最近は見てないんだけど、作った曲を前は楽しまれて、楽しんでいただいてます。ごっとハマりたい。石橋楽器よろしくって。石橋楽器、石橋楽器を使う、石橋うちの義理の兄が池袋店、池袋店の日枝さんっていうね、そうね、あの店長の方ですよね。今度ぜひ、スコピオン来てね。あ、池袋店でしたっけ。俺めちゃくちゃ、俺シンセ買ったの池袋ですよ。だから、この間言ったんですよ。すごいね、ちょっと。はい。初めての。あ、来ました。ニューフェイス。ニューフェイス。ニューフェイス。じゃあお二人一緒でよろしいでしょうか。ニューフェイス。一緒で。ニューフェイス。ニューフェイス。イエーイ。真ん中にカットが入ってる。カットさんモテる。モテショットだ。モテようとしてる。いや、あの、とりあえず優しいなんか二人に振って。は？モテようとしてる、モテようとしてる、モテようとしてる、そんなことありますよ。すげえ、両手に花、両手に花。悩ましいっすね。じゃあ今日一緒にあの来た割にはすげえほったらかしにしてるから、ちょっとちょっと疲れてます。優しい。そうなんか乗ろうかと思ってたよ。はい、どうぞ。まあ、じゃあ奥の、さすが加藤さんの知り合い。加藤さんと同じような源氏なんですね。源氏なホッケでございます。由来、ホッケの由来を。普通にホッケがつまみみたいな。ホッケがうまかったからとか。ホッケ好きだからホッケでいいじゃんみたいな感じで決められて。もうホッケ好きだからホッケでいいじゃんみたいな感じで決められて、じゃあそれにするよ。いや違います。むしろ俺は一番後輩です。そうですね、後輩です。後輩の後輩の先輩です。職場的には先輩の順番で1,2,3 私、エノチさんと一緒です。エノヤンさんも含めると一緒？一緒。あ、一緒か。だから1,2,2,3です。一番後輩です。めんどくせえ。めんどくせえ。エディムさん。さあでございます。エディムさん。エディムさん。エディムさん。あ、そう。はい、3番目でございます。3番目だね、そういえば。で、お隣が、はい、源氏だね。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 あのフェスとかライブに行くのが好きなんですけど、やっぱりそうなんだ。年末 の, あのカウントダウン、カウントダウンジャパンっていう幕張でやるイベントが毎年あるんですけど、それにあのパフュームが最初に、初めてパフュームが出た年があって、私それ毎年行ってたんですけど、それをたまたま見てすごい感動っていうか、なんかすごいと思って、パフォーマンスとして、すごいと思って、ファミすごいと思って、そのまあ、あーちゃんの喋りもちょっと面白かったりとか、すーちゃんな感じでちょっと面白いし、ちょっと自分の名前ともちょっと絡めて、こう、あーでいいかなみたいな感じでとなりました。はい。加藤さんとは同い年です。そうなの？若く見える。若く見えてるってやつ。見える。全然若い。ガンダム世代だよね。ガンダム世代よ。ガンダム世代かも。で、加藤が何好きだったの？ガンダム世代。そういう話が聞きたい。
いです。そういう話を聞きたい。お違うの？そうそう、好きとか嫌いとかって話してます。加藤さん、どっちが1番でどっちが2番ですか？いいね。加藤行きます。あの来てないからって捏造するのだから。取らなくない、取らなくない、取らなくない。いやでもお二人ともあの非常にまあ本当自分が本当に後から来た職場なんですけども、その時にいろいろ本当にお二人ともお世話になりまして、ね、違うんだ、はい、いろいろとこういろんな仕事上のことでね、あの質問とかをこう投げたりとか、ちょっと変な汗が違うよみたいな、違うよみたいな、心の叫びは、あ、よかった、また怒られた。やったー、これ嬉しいって、カリカリだったよ。覚えてないよ。いや、でも本当にいろいろ助けていただいたりとかして、本当にもう二人とも いろいろ本当お世話になりました。本当 N 屋様ともども様様様です。 N 屋様、お客様、あーちゃん様といった感じで、とてもあの足を向けて寝れるような方々がございます。失礼だな。どこに住んでるかわからないので適当に言ってますけど。